どうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回はドラゴンクエスト3における特殊な戦い方や攻略について紹介していくぜ。レトロゲームってシンプルなようで実はめちゃくちゃ奥が深かったりして、いろんなすごい人たちが面白い戦い方とかを発見したりしてるわよね。そうなんだよな。今回は明言はされていないもののゲーム側があらかじめ用意していたあっと驚くようなものから、プレイヤー側が発見したなるほどと思わせるようなものまで様々なので、ぜひ最後まで楽しんでいってほしいんだぜ。私でも真似できそうなのが出てくるかな。それじゃあ早速スタートなんだぜ。まず紹介するのはバイキルトを活用した戦法だ。いやいや、バイキルトを使うなんて全然普通のことでしょ？なんでそれをわざわざ紹介するの？確かに味方にバイキルトを使うというのはごく当たり前のことだが、今回はあえて敵にバイキルトを使うというやり方だ。そうしたらただ単に敵が強くなっちゃうだけでこっちには何の得もないと思うんだけど。それがそうでもない。バイキルトの一番有名な効果はみんなも知っての通り与えるダメージが増加すること。そうね。っていうかそれ以外の効果があるの？ああ、実はバイキルトを使うともう一つ副作用として、会心の一撃や痛恨の一撃が一切でなくなってしまうんだ。でもそれがそんな有効な場面があるの？例えば長期戦かつ痛恨の一撃をバシバシ打ってくるボストロール戦。こんな敵と戦う時には場合によってはバイキルトをボストロールにかけて、その上でスクルトを重ねがけしてしっかりと非ダメージを抑える。そんな戦い方の方が安定することもあるんだ。へえ、そんな戦略を編み出して攻略してる人たちが過去にいたなんて、めちゃくちゃすごいことだな。そのゲームに情熱を注いで多くの時間を費やしてきた人たちの攻略というのは、そのゲーム性すらも深くしてしまう宝だからな。せっかくだから今回はどのくらい非ダメージを抑えることができるのか、実際に何もしてない時のダメージ、そして痛恨の一撃を食らった時のダメージ、そしてバイキルトをかけてスクルトで固めた時のダメージを比較してみようなんだぜ。スクルトを使った状態で痛恨の一撃のダメージは見なくていいの？確か痛恨の一撃は防御無視となるためスクルトに関係なくダメージだったと思うが、一応それも見てみようか。では霊夢、プレイの方をよろしく頼んだぜ。オッケー。というわけでまずは素の状態でしばらくボストロールの通常攻撃を受けてみたけど、当然キャラによってダメージ差はあったけど大体50から70前後くらいだったわね。なるほど、この時点での70前後ダメージというのはかなり痛いな。そうね、ちなみに素の状態の痛恨の一撃は大体180くらいのダメージだったわね。育成状況によっては痛恨が来た時点で一撃死が確定くらいのダメージを受けるんだな。ではスクルトをかけた状態での痛恨の一撃はどのくらいのダメージ量だった？何回かけたかはわからないくらいしつこくスクルトしまくってめちゃくちゃ防御力は上がってたと思うんだけど、それでも同じく大体180くらいで普通に一撃死だったわ。ボストロールの前にはスクルトだけでは不十分ということもあるわけだな。ではバイキルトをかけてさらに痛恨の一撃を封印した状態のダメージを教えてくれ。バイキルト状態の時は少ない時はダメージが5もいかないくらいで、そこそこ食らったなーって思った時でも20もいかないくらいだったから、これで痛恨も絶対に来ないってなったら勝ちは確定したようなものね。バイキルト状態のダメージとは思えないほど抑えることができているな。こんな戦い方を思いつくとかすごすぎるわ。まさに先人たちの知恵だな。バイキルトの話をしたので、次はバイキルトの特性を活かせるちょっとした小技を紹介しておこう。装備技っていうのは他のドラクエシリーズの動画の時に聞いたことがあった気がするけど、どんな内容だったか忘れちゃった。これは戦闘中に例えば敵からルカミなどを食らってステータスが下がっている時に、装備を変更することでそのマイナス効果を打ち消してしまうという有名な小技だ。そうだったそうだった。ちなみに同じターンに何度でも装備は変更することができるので、わざわざ変更した後の装備で戦い続ける必要はなく、その場でまたすぐ元の装備に戻せばステータスも装備も元通りというわけだ。実質ノーリスクで下がったステータスを回復できるわけね。いや、残念ながら全くのノーリスクというわけではない。そうなの？逆にスカラなどで上げた防御力などもリセットされてしまうので、実際にこれを使う場合は一長一短という感じなんだ。確かにこっちのステータスアップ効果もなくなっちゃうのはきついな。だがしかしバイキルトのプラス効果だけはこの装備技でリセットされないんだ。つまりもし敵と味方側でスカラルカに合戦のような状態になり、無駄にターンと MP を消費するような状況になってしまったとすれば、敵のルカに対してスカラで応酬するのではなくそこは装備技でステータスダウンに対応し、
その分をバイキルトをかけることに専念した方がいいということになる。そうすると一番効率よく敵のステータスダウンにもこちらもステータスアップにも対応できるってわけね。そういうことだ。でも私は個人的にはバグ技系を積極的に活用するのはちょっと抵抗があるな。そこは人それぞれ好みのプレイスタイルやこだわりがあるだろうからな。自分が一番楽しめる方法を選択するのが大切だな。紹介してもらって申し訳ないけど私は装備技は使わないでプレイしようかな。続いてはモシャスを使った超強力な戦略を試してみよう。モシャスって他の誰かに変身する呪文よね。いまいち使いどころがわからなくて実際には全然使ったことがないんだけど。ドラクエ3でモシャスが強いと言われている理由は変身する対象キャラのステータス、そしてそのキャラの装備品の強さもコピーされるという点にあるんだ。それの何がめちゃくちゃ強いのかがわかんないなぁ。例えばハヤブサの剣は2回攻撃ができるようになる代わりに攻撃力がたったの5しかない。しかしモシャスで例えば破壊の鉄球を装備したキャラに変身したら、武器の攻撃力が135の状態で2回攻撃が可能になるというわけだ。破壊の鉄球の攻撃力で常時2回攻撃はヤバすぎるけど本当にそんなことができるの？というわけで早速実践だ。それじゃあまずはモシャスを覚えてる賢者のステータスを下げるために、適当にハヤブサの剣を装備できる職業に転職すればいいのね。そうだな、ハヤブサの剣は商人と盗賊が装備可能だからそこはどちらでもいいぜ。じゃあなんとなく攻撃力が低そうな盗賊にしておこうかな。てなわけでレベル1の盗賊になってハヤブサの剣を装備してみました。力が60で攻撃力が65か、いかにハヤブサの剣の攻撃力が低いかがわかるな。それじゃこの状態でまずは普通に戦ってみてくれ。オッケー。素の状態でのハヤブサの剣の攻撃だと大体20ちょいくらいのダメージね。とてもじゃないが終盤の街で買える装備とは思えないな。一応敵の防御力もあるかもと思って違う敵にも攻撃してみたけど、こっちも20ちょっとくらいであまり変わらなかったわ。オッケーだ。じゃあ次はモシャスする対象の一番攻撃力が高いキャラを見せてくれなんだぜ。今のパーティーで一番攻撃力が高いのは戦士ね。力が227で破壊の鉄球を装備状態で攻撃力が377か、いいんじゃないか？それじゃあ今度はモシャスをして攻撃してみます。モシャスをしても HP とか MP は変化がないのね。そうだな。これだと本当に強くなってるのかがわかんないなぁ。まあそれは攻撃を当ててみればわかるさ。200以上のダメージを与えたんだけど、でも逆に強すぎて2回攻撃してくれるのかどうかがわかんない。強くなりすぎるのも問題だな。じゃあ200くらいダメージを与えても死なない敵は終盤にしかいないから、ちょっと終盤の敵で試してみようなんだぜ。オッケー。ちなみにさっきの戦いで盗賊がレベル4に上がっちゃいました。すいません。まあ4くらいだったらさっきとほとんどステータスが変わらないから大丈夫だ。よし、じゃあ次のターンで HP が高そうなトロルキングに攻撃だ。レベルが低いからなかなかターンが回ってこないなぁ。来た。すげえ、本当にこの攻撃力のまま2回攻撃したー。レベル4のキャラの攻撃とは思えないな。めちゃくちゃ気持ちよすぎるー。続いては戦闘で確実に逃げたい時の戦略だ。正直ドラクエをやってて絶対に逃げたい場面はめちゃくちゃたくさんあるわね。ちなみにその前提知識としてドラクエ3で逃げるが成功する確率は、1回目が 25%、2回目が 50%、3回目が 75%、4回目が 100% と設定されている。4ターン耐えれば絶対に逃げられるけどそこまで耐えられなそうな場面もあるんだよな。そんな時は戦闘中にルーラを使うといいんだ。ルーラって戦闘中にも使えたの？シリーズによっては戦闘中に使えないものも多いがドラクエ3では使用可能だ。そうするとどんな効果が？確実に戦闘から逃げることができその後アリアハンまで飛ぶこととなるんだ。アリアハンまで戻っちゃうのはちょっと面倒かもしれないけど、使ったターンに確実に逃げられるっていうのはいざとなった時にめちゃくちゃ助けられそう。当然戦闘や場所によっては逃げられないものもあったりするので万能というわけではないんだが、それでも覚えておいて損はないと思うぜ。全滅してお金が半分になったり教会に行って仲間を生き返らせる手間を考えたら、アリアハンに戻ってもまたルーラで戻り直せばいいだけだしこれは覚えておこう。
次は回復に関する特殊な戦術だ。回復縛りってことは全く回復をせずに戦うっていうこと？いや、今回はその逆で回復のみで敵を倒すという戦い方だ。それじゃあダメージが与えられないじゃない？あ、ずっと何もせずターンを経過させたら時間切れで倒せる的なことかな。残念ながらドラクエ3ではあまりに長くターンを経過させると疲れ切ってしまったというメッセージが表示されそのまま全滅扱いとなってしまう。じゃあ回復だけでどうやって敵を倒すのよ。それが可能なのがラスボスのゾーマ戦。試しに何でもいいのでゾーマに対して回復系の行動をしてみてくれ。回復系の行動？じゃあとりあえず薬草でも与えてみようかしら。薬草でダメージを与えられた。これってつまりゾーマがアンデッド系のモンスターだっていうこと？しかし見た目が明らかなアンデッド系の他のモンスターに薬草や回復魔法を使っても残念ながらダメージを与えることはできない。ゾーマ限定で回復でもダメージを与えられるバグが存在するなんて知らなかったわ。いやこれはバグではなく意図的にスタッフが組み込んだものらしいんだ。え、そうなの？そもそも意図的なものでないのであれば回復手段の対象を敵にできる必要がない。確かにそう言われてみれば。そしてスーファミ版では例えばベホマを使った時のダメージ量はそこそこ止まりだが、作品によってはベホマでかなりの大ダメージを与えることが可能なので、むしろそれがかなり有効な攻撃手段になったりするんだ。まさかラスボスを全く攻撃せずに回復だけで倒すことができるなんて、こういうスタッフの遊び心と、ネットですぐに攻略を見れないという時代背景が合わさって、レトロゲームっていうのはいろんな噂や都市伝説が広まっていって、なんだか先が見えないものを手探りでプレイしているような感覚があって楽しかったよな。確かにね、今だとネットですぐに攻略情報が見れるからすごく効率よくプレイはできるんだけど、その分まだ何かあるかも、もっと何かできるかもっていう探求心は抑えられちゃうかもな。そんなわけで今回はドラクエ3の特殊な戦い方について見ていったが、このチャンネルでは引き続きドラゴンクエストやその他スーパーファミコン時代の名作について、解説ややり込みなんかをしていく予定だぜ。私も先入観にとらわれずに色々試して新しい攻略とか見つけたいな。それじゃあまた別の動画で会おうなんだぜ。またねー。